おはようございます、コパルです。今日はねちょっと緩い動画になるかと思うんですけど、ちょっとした商品の紹介をさせていただきたいと思います。っていうのもこいつ、またまたの紹介で申し訳ないんですけど、カシオのプロトレック最新作 PRTB50、まあ、本当にね何度もこの時計の動画で申し訳ないんですけど、本当におかげさまでこう好評をいただいていて、まあ、前に出したレビュー動画というか紹介動画のコメント欄で、私も購入しましたとか、同じものを購入しましたとか、欲しいですとかっていうコメントをね本当にたくさんいただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。まあ、カシオさんとは全然関係のない人間、ただのユーザーの一人なんですけど、まあ、自分がいいなと思ったものを紹介して、それを見てくださった人が、まあ、私も欲しいなと思ってくれるってことは本当に嬉しく思ってます。この時計をね、検討されている方とか、あとはもう実際に購入したよっていう方のためにちょっと、おすすめのアイテムを紹介したいと思います。相変わらず山に行くときはこいつつけて、山登りしてます。で、前回の遠野岳の登山の時ももちろんしてって、でやっぱり駐車場で標高を合わせて山頂を目安に、進んでいったんですけど、本当にねこの標高表示が便利で、今ねどれぐらい進んだのかとか、あとどれぐらい登るんだろうっていう目安になってね、本当に重宝しました。この時計で標高の確認をしているシーンも入れたかと思うんですけど、本当に誤差1メートルっていうぐらいの精度で出してくれて本当に重宝してます。まあそういった機能面ももちろんなんですけど、今回は機能面とは別のアイテム、ウォッチバンド交換のすすめっていった感じになります。一応このねウォッチバンド2種類買ってます。で、一つはシンプルなこんな感じのナイロンのウォッチバンドで、もう一つがちょっとおしゃれ感のあるアウトドアブランドカブーのウォッチバンドです。この2本をね実際この時計につけて、で、普通の生活なりあと山登りなりをしてみたんで、まあ、それの感想を踏まえて紹介したいなと思います。そもそもなんでバンドを変えようかと思ったかっていうと、まあ、個人的にこういったマウンテンジャケットっていうのが好きで、まあ、これは前回紹介したノースフェイスの、マウンテンライトジャケットなんですけど、まあ、こういったジャケットの特徴として袖口にベルクロがついてるものが多くて、こういう状態で時計をしちゃうとベルクロを一回外して袖をまくってから時間を確認して、でまた元に戻すと、この作業は発生しちゃうんですよ。でどうしてもこの上から時計をしたいなと思って、で山に登る時なんか特に顕著で、頻繁にねこうやって標高を見て、なるほどって見て、こうまたやるっていう動作がこれなかなか億劫になっちゃうんで、時計をねどうしてもこの状態ではめて、まあ、こういう状態で時計が見たいなと思い始めて、で Amazon で探したのがこんな感じのナイロンバンドになります。まあ、実際このバンドで使ってみた感じ、あとは取り付け方なんかも紹介したいと思います。はい、じゃあこんな感じのアングルでいきたいと思います。まあ、これね純正のベルトなんですけど、結構しなやかで付け心地は悪くないですね。で、夏場だったら全然このまま問題ないんですけど、ちょっとどうしてもさっき言った通りマウンテンジャケットの上からしたいっていうところがあって、この2種類を買いました。まあ、まずはこっち、何の変哲もないただの1本のナイロンのバンドで、裏はねこんな感じでねマジックテープのギザギザがついてる 1,2,3,4,5 箇所で、ここにピタッとくっついて、で剥がすときは引き剥がす感じ。マジックテープ感もそれほど強すぎず、かといって弱すぎない感じで悪くないですね。でね、何種類か色があって、これね真っ黒に見えるんだけど、これ中にね白い糸が織り込まれてて、ちょっとしたアクセントになってます。じゃあ実際取り付けてみたいと思います。で、これねちょっと俺びっくりしたんですけど、最近の時計ってみんなそうなのかわからないんですけど、ベルトのこのバネ棒って言われてるところに突起があるんですよね。だからバンドをね変えやすくなってる。普通の一般的な時計のバネ棒ってこんな感じのピンみたいな棒なんですけど、まあ、このプロトレックはポッチがあるんで、専用工具なしで爪でこのポッチを引っ張ってあげるとバネが縮んで外れると。これめちゃくちゃいいですよね。反対側も同じように外します。ポッチを引っ張ってバネを縮めて外すと、ほらすげえ簡単。まあ、こんな感じで取れました。まあ、時計のバンドを交換したことのない方もいらっしゃるかと思うんで、ちょっと説明させていただきたいと思うんですけど、時計のバンドってバンド幅っていうのがあります。で、こいつが 22mm、 つけたい時計のここの幅
反動がつくところの幅がこれ、ね、23ミリなんですよね。つまりね、この幅23ミリのバンドをプロトレックは使ってます。だから23ミリのバンドを買えばいいんですけど、なかなかこれがね、23ミリ売ってないんですよね、Amazon で。このバンドね、20ミリか22ミリか選択できたんですけど、まあ、どの道ぴったりなのはない。ただ22ミリにすれば、23ミリの幅に対して 0.5 ミリ、0.5 ミリの型なんで、まあ、それほど気にならないだろうなっていうところで、こいつを選んでみました。実はね、この買った替えバンドの方にもバネ棒にポッチがついてるんですよね。だから取り付けがめっちゃ楽だなと思ってこれ買ったんですけど、このバンドは22ミリ用で作られてるんで、このバネ棒の引っかかりが足りなくて外れちゃう。なので別でね、このね、23ミリ用のバネ棒を別途購入しました。この元々ついてるバネ棒を外して、この23ミリのバネ棒を入れてあげると。で、反対側も同様に外してあげて、バネ棒を入れてあげる。はい、こんな感じ。じゃあ実際にプロトレックにつけてみたいと思います。取り付けの上下とか向きが出てくるんで気をつけてください。はい、じゃあ取り付けようかなと思うんですけど、このね、バネ棒にはあのポッチがついてないんですよね。だからこんな感じのね、バネ棒を縮める専用工具が必要になってきちゃいます。まあ、このね、バネ棒外しの道具も Amazon でちょっと買ったんで、まあ、そちらもリンク貼っときます。棒の片側を穴に差し込んでおいて、反対側をこの工具でバネを縮めてあげる。よし、こんな感じ。はい、これで無事ね、バンドの交換終了。で、このバンドの付け方はこういう感じで大きなループができているんで、ここに手を入れて、この飛び出てるところを引っ張ってあげて、まあ、任意のところでペタンとマジックバンドでくっつけると。これね、すごく便利。グリッとで、ループを大きく広げてあげて外すと。これはね、かなりいい。取り付けがしやすい。取り付け取り外しがすごくしやすい。これね、本当に便利すぎて、もうメインでこいつを使ってます。マウンテンジャケットの上からするときだけこれっていうわけじゃなくて、もう普段肌の地肌の上にするときもこのナイロンバンド使ってます。気に入っちゃった。ちょっと難点を言うと、取り外すときにちょっと引っかかっちゃう。でもまあ、ちょっと強引にピッて引っ張れば外せるんで、まあ、ここは慣れかなと。このカブーのバンドはまた腕に巻き付け方が違うんで、ちょっとここの取り付け方も変わってきます。で、まずこのね、23ミリのバネ棒はまた使うんで外します。今度はベルトをつけずにこのバネ棒だけを時計に取り付けます。はい、バネを縮ませて、はい、まずね、カブーのバンドを取り付けるにはこういう状態、23ミリのバネ棒を時計に取り付けると。今度ね、このバンド幅が20ミリになります。この細い側のバンドをさっき取り付けたバネ棒と時計の間に隙間があるんで、ここに入れ込みます。こんな感じで、こいつをニュルニュルニュルっと引っ張っていきます。で、もう一個の方にもこいつを通してあげます。こんな感じ、こうしてあげます。はい、これでとりあえずね、完成形になります。で、取り付け方はこの太い方を手に巻きつけて、そこからペタンとマジックテープでくっつける感じ。はい、こんな感じ。デザインはかっこいい、めちゃくちゃかっこいいと思う。もうこれもね、何種類かデザインがあって、結構ねおしゃれで悩んだんですけど、まあ、ブラウンだかシルバーだかを選んで買いました。小爪のプロトレックにバンド幅が結構マッチしてね、かっこいいんですよね。で、取り外しはただマジックテープを外す。こんな感じ。まあ、できればね、このね、何のアクセントもないバンドよりもこのカブーのこのロゴがついてたり、ちょっとね、よりアウトドアチックなこっちのバンドを使っていきたいなと思ったんですけど、どうしてもね、これね、取り付けがめんどくさいんですよ。大体にこの時計が来るかなっていうところをペタッてくっつけ
切る。でほらこんなねブカブカになっちゃう。こうして押さえてペタン。あこれ結構うまくいった。はい。あこれ結構ガッチリ。これね見た目は絶対こっちの方が俺はって好きなんですけど、どうも取り付け取り外しが面倒。両方使ってみてこっちの方がいいなっていう感じが個人的にはします。腕のアップだと分かりづらいと思ったんでこんな感じ、引きの絵で。カブーの方はこんな感じ。もうこっちの方が太さとかベルトの太さとかがこのプロトリックに合ってる気がしておしゃれだなと思うのはこっちかな。もう一個の黒いバンドの方がこれ、やっぱり取り付けはもう数倍こっちの方が楽。普通に純正品のバンドよりもこっちの方が取り付けは本当に楽ですね。あとこの微調整ができる飛び出し量で締め具合が変わるんで、まあ、強く締めたければ強めに引っ張ってペタンってくっつけちゃえばいいし、ゆるゆるが好きだなっていう、ちょっと動くぐらいがいいなって思えばこうゆるくやればちょっと動くぐらいになるし、まあ、これは本当に個人的にはこっちをめちゃくちゃ気に入ってます。これだったらこのねストック持ったままこうやって今何時だろうとか標高何メートルだろうとかこうすぐ確認できる。絶対こういうジャケット着てる時ってもうこういうバンドの方が便利だと思います。じゃあいかがだったでしょうか。こんな感じでウォッチバンドの交換のすすめっていう感じの動画、まあ、どうしてもねこのプロトレックっていう時計の性質上、まあ、登山だとかアウトドアユースが多いかと思います。まあ、そういった時に、まあ、この替えバンドでさっとこのままの状態で見られるっていうのはすごく利点かと思うんで、まあ、ぜひね、自分と同じようにこのベルクロを外して袖をまくって時間を見てまた元に戻すっていう動作が億劫だなと感じている方は検討してみてはいかがでしょうか。で今回紹介したウォッチバンドは全てあの下の説明欄にリンク、 Amazon のリンク貼っておきますので、ぜひ気になるものがあったらチェックしてみてください。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でバイバイ。